こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。6年目が開幕。開幕戦はですね、富山ミラージオ戦でした。試合結果ですね、ボールの支配率をやシュート数を中心に、終始押される展開に なって、引き分けこそは確保したものの、ちょっと納得できない結果でしたよね。まして、今回、岡山ピーターローズ、一応、まだ1試合しかやってないんですが、前年もですね、3位の強豪チームですからね、キャッツアイズに2対0で完勝してます。いや、今回も苦しい戦いにならざるを得ないというとこですね。で、いきなりですね、緑がイエローカードを取ってしまいましたよ。まあ、とはいえ、これ攻撃陣ですから、そんなには気にならない。これがですね、守備陣だったら、ちょっと守備の動きが遅くなったりして、気になるとこではあるんですが、まあ、ここは気にしてはいけないです。すごいな、綾香。浦川と入れ替えましょう。で、キーパー夏木を、採用です。で、サブキーパーを上皇。夏木を入れますかね。はい、多分キーパーいらないと思うんで、でもそれは危険か。ここは難しいんですよね。ディフェンダーを3人にするか、ミッドフィルダーを3人にするか。前試合ではミッドフィルダーの消耗が結構大きかったです。やっぱり中断をするのは しんどいか、ミッドフィルダーを3人にしよう。でですね、マークする選手はなし。試合開始です。おっと、ホームと、初ホームなんですが、ということ、あっという間に、圧倒的に我がチームが、勝ちの可能性が高いと、トトでは言われてますね。本当？このゲーム本当はホームが有利とかあるんだろうかな。くるみが救いました。くるみも守備をやらないといけないな。ちょっとどうなのかな。おっと、これはうまい。奈々子、もう一回。奈々子、アグレッシブですね。おっと、すごいな。ちょっと奈々子、怪我したんじゃないの？パドッカー、ファール。ここまではなかなかいいです。また、パス。ここは取ってほしいところ。エスミが、キープしました。これは、強引に行って緑、ミオ、攻めてますね。ナナコが、ナナコ抜け、これは、オーバーです。なかなかここまではいい試合を展開しております。捉えた。ちょっとやばいかな。おっと。このまま行かれた方が。これはピン
チだ、クリア した、まだピンチが進む。ファールか。さあ、ちょっと。あっと、やばい！あー、先取点奪われた。あー、これは悔しいですね。おっと、ここはパスが。菊池。ナーコ、ナイス、うまいですね。一度、左へ出して、あーっと、やっぱり、ちょっとマークがきついですね、守備陣の。相手守備陣のマークが。くるみから、これは簡単には決まらない。中岡レベルを高い、攻め合いをやってます。おっと、危ない、危ない。カウンターで攻めるチームなんでしょうかね、ピーターローズは。さて、菊池が、ファールだ。あと、前半終了ですね。難しいとこなんですよね、これが。でもやっぱり変えていきたいな。あ、特にですね、疲れてる選手が誰かってわからなかったりするんですよね。動けない。やばい。ちょっと攻められてるケースが目立ちます。均等に減っていってるのはいいんですけどね。ナイス。ノーホイッスルですね。緑。おっと、ここはくるみが決めた。同点。湧き上がる観客数もなかなか増えてきてますよね。やりました。そしてですね、まどかエスミミホが、スタミナ切れです。早く、手当てをしたいと思います。裏カートチェンジかな。まどかは誰とチェンジすりゃいいんだろう。羽生田かな。エスミは三木本と変えましょう。これですね、羽生田と七子を入れ替えます。三木を、三代と三木本を入れ替える。緑とくるみを反対にしてみましょう。まあこういうことでちょっと新味を出したいなと思います。やっぱ相手も変えてきましたよね。中んだかれか。動けない選手が出てる。お、ちょっとやばいぞ。強引にクリアした。おっと、強引、おっと、くるみがうまく拾って。くるみ、お、さすがです。抜けた。チャンスかな？あーっと。ちょっと弱かったし、右にそれたが、くるみのプレーはうなされますね。さあ、確率いい。マイボールにしてきます。ちょっと無理があるんじゃないか。おっと、七子、菊池。マークされてるが、くるみ。おっと、ここでファールだ。ペナルティーキックを得ました。さあ、くるみが受けるぞ。あーっと、石坂止められた。体で止めてきますよね。じゃあ自分にボールが当たることをもうしない。いいキーパーですね。ちょっとこれは無理をしない方がいい。
どこにいるんだ？あっと、危ない。夏希うまく取りました。さあ、ここはチャンスにつなげてほしいが、あっと、ちょっとやばい。あーっと、決められた。守備勢が。守備勢が上がっちゃってますね。ちょっと対応できなかった。この時間でこれは辛いぞ。パスはうまく通るんですけどね。さあ、くるみ入った、同点。速攻ですね。羽生パスをつないで、くるみがなんとかギリギリ。相手チームにとっては悔しいでしょうね、これ。そして、試合終了。この6年目の2試合目も、2対2の引き分けでした。ここは入り乱れての戦いでした。そして大田から、そして柴崎決める選手ですよね。でこちらも何度もチャンスを作るんですが、なかなか決められない。いいパスでしたよね。が相手守備 あのチャージが良かったです。そしてビハインドのまま後半へ、ピンチは続くんですが、ここでくるみが、緑がいいセンタリングを上げて、くるみのヘッド。ここ、なんですが、やっぱりキーパーが強いですね。そしてですね、後半終了直前、よし。守備陣がちょっと手薄になったところ、対応できなかったところを柴崎が、こういうの終わったかと思ったんですが、なんと羽生田がうまく縦パスを出して、くるみがなんとかギリギリ入れたという感じのシュート。とにかく打ってみるしかないっていう感じでしたよね。これね、2対2の同点で終わりました。シュート回数は今回はクラワーカリバーズ13本打って、枠内も9本なんですよね。ボールの支配率を上回っております。そう、ペナルティーキックがあったもの、それ入れられなかったよね。これでですね、はい、これが順位表なんですが、クラワーカリバーズは引き分け2回で5位ですね。唯一2連勝した佐世保ドックスが、N1 からの降格組なんですね。首位をキープしております。選手見てても A とか、S までいますからね。はい、層が厚い。柴犬強し。柴犬なのか、なんか、多めにいそうな犬に見える。おっと、さあ、ユーナ？おっと、入団合意。もちろん契約です。
さあ次はですね、最下位のキャッツアイズ、なんとか6年目の公式戦初勝利を挙げたいとこです。すごいな、1億6000万、こんなんゲットできへんやん。この辺の選手はいいですね。安い選手、女子選手でいないかな。だいぶ女子選手も拾ってきたんで、選択肢も限られてきてるなっていう気はしますね。交渉中の選手もいないのか。はい、というわけで、岡山ピーターローズ戦をお送りいたしました。今回も引き分けということで、ただ前回よりもパスが通るなど中身のある試合ではありましたね。さあ、次は最下位2連敗のキャッツ会津戦、ここはもう何としても勝ちに行かないといけません。6位ですか。そんなに1回のチームじゃなかったんですが、今年は低迷してますね。はい、というわけでカルチョビットアーをお送りいたしました。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数1000人を目指しております。タイトルの右側にあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録できます。ぜひご協力お願いします。また高評価、SNS など共有、コメントなども歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。そちらもお時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。